じゃあこれやってみるかな。墜落現場でネスと会う。こっからか。仕事の内容は？とある墜落場所に関する情報を得たのです。古い大型ジェット機を。へえ。あれだけのスクラップなら売りつけ先を間違えなければかなりの金になる。ほう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 。問題はレイダーどもがそこに住み着いたってこと。連中を追い払うのを手伝ってくれるなら利益の一部分を分けてあげる。50キャップならどう？悪くないでしょ。いや、せめて手間に見合うだけの報酬を頼む。他にも傭兵はいるのよ。この仕事を受けるか受けないか、どっちにするの？レイダーは何人いるんだ？不明よ。向こうが撃ってきた時点で数えるのをやめたの。8人から10人くらいかしら。それでやるの？やらないの？やろ。やろ。結構よ。墜落場所の少し南に小さな崖がある。そこで落ち合いましょう。わかった。そこから奴らを何とかするわ。何とかしてくれよな。俺は何もできねえからな。50キャップじゃ。なあ。ああ、走れないっす。50キャップじゃ。さっき見たアーマーのかけらも買えないよ。1万5000とか言ってたし。飛行機あった。35メートル。こいつは敵じゃねえの？お人よしだからとりあえず行ってみるか。よ。あ、よかった。ネス。やっと来た。もう来ないんじゃないかと思ってたところよ。今すぐ来たじゃん。すまない。待たせて悪かった。まあ来てくれたんだからいいわ。早速始めましょう。行ってやってくれよ。お前らは。全員集まって。よ。やる気はある？ない。全くない。覗きに来ただけ。はい、打ち合いが始まったら他の連中が集まってくるだろうから、そのつもりでね。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。あ、待ってんの？はいはい。いや、やべえ、バグったかも。これまた放射能があるんじゃない？ちょっと待ったよ。よ。すみません。やっちまおう。やっちゃおう。やる気はある？あ、ない。実はない。ネス。ちょっと待ってて。ん？ずっと待つの？じゃあ見てやっちゃおうか。撃っちゃうぞ。不幸なことです。衝突後、乗客は生きていたかもしれませんが、死の灰によって。もう始めちゃおうぜ。誰か外にいる。お、撃たれてる、撃たれてる。なんでだ？どこにいる？あれか。当たらねえじゃん。あれは敵か味方か？俺撃たれたよな。連中の援軍だわ。身を隠してあの飛行機を守っ。いや、何？援軍が来た。よ、隠れると。待って、よし、ここはなんか食べて回復しましょう。あれ、ドッグチョップ。敵は、おお、いたいた。
あれ味方だな。味方じゃねえか。やっつけてるな。よしよし。ん？ネスしかいねえのかよ。あ、なんか投げてる。いるな、一人。こっちだ。おお、爆破した。倒したな。えらい。みんなえらい。やったな。これなら50キャップでも文句ねえな。やった。なんなんだよ。エンデュランス増える。すごいな。ちょっとかぶってみようかな。郵便配達員の帽子。どう？スパンコールドレス。おお。これ全然役に立たない。船長の帽子は、ああ。こっちの方がいいんじゃん。船長の帽子の。おお。船長だぜ。よ。いや、ネス。え、何？ああ、そうだった。報酬ね。ほら、約束通りの額よ。え？ありがとう。それは何だ？それは秘密の隠し場所か？なあ、ネス。一体何なんだ、これは。静かに。わかったわ。いい？スカイリンは密輸をしていたのよ。そうか。私の知る限りでは、会社そのものが戦前からやっていて、旅客業でそれを偽装していたのよ。そうか。だからこういう現場を何年も探してきたってわけ。金属を安く売って回るよりよっぽどマシだし。ねえ、このことは誰にも言わないでくれる？あなたも私も取り分は手に入れたんだから。お相手でしょ。おう、密輸？一体何を密輸していたんだ？利益が出るなら何でもよ。私の見てきた限りじゃ、銃と薬品ってところかしら。そうか。もう売りつけ先は決まってるの。これで支出分は相殺できるし、いくらか残るわ。そうか。とにかく黙っていてくれれば誰も怪我せずに済むのよ。わかった。ああ、構わないよ。ありがとう。それじゃあ他の連中が疑い始める前に出て行って。おう、金もらったんだろうな。よくわかんねえんだよな。それだけか。あとは全部取る。二段階で必要なんだよな。バラモンって何なの？インドかなんかだっけ？バラモンって。おう。やった。